北方から異変ありとの知らせ。霊山より百鬼隊が派遣され。異変。さて、核のごとき死義と相なったわけだが、相馬、お前はこれをどう見る？なぜ俺に？供養殿が直々にそこの御陣に正せばよかろう。知らぬいの里の歴という百鬼隊に協力するよう命を受けてきた。何卒よしなに。わらをもつかむとは言うが、未曾有の危機に際し援軍が小娘ただの一人とはな。知らぬいは相変わらずのようだ。霊山に従わず独立復帰を貫くか。惜しげもない娘一人よこして天才だけは整える腹積もりのようだが。歴とか言ったな。お前も貧乏くじを引かされたな。さて、何のことやら。だが、断っておくが、俺たちは霊山の精鋭、百鬼隊三番隊、ついて来られるのか。お前とて命を受けてのこと、堂々は許すが、足手まといはごめんだ。もしこの席お前が任務の妨げとなるようなら、場合によっては。ま、覚悟はしておけ。足手まといかどうか、存分に品定めするといい。ほう、よほど腕に覚えがあると見える。さあ、いずれにせよ、その時はすぐに来る。では見せてもらう、その腕。一歩。ここで！人か！人よりいいです！新たなる鬼！三回！抱くこの陣！我ら、鬼を撃つ百鬼とならん！あなたは調子に乗りすぎるようだ。言ってくれる。聞こう、お前ならこの先どうつぶ。味方の消耗も激しい。まずはこの場を乗り切るのが先決。依存はないな。三番隊、負傷者を退避させた後、俺と歴に続け。突破するぞ。改造をつけろ。これで逃げおせたと思うな、鬼どもめ。この先にあるのは確か。手当てが済み次第出立の準備をせよ。我らはこれより歌方の里へ向かう。何をしている。お前も早く支度をしろ。大曲どきを防いだあの戦より三月、一を落ちて天下の秋という通り、この里に吹き寄せる北風はやがて訪れる大きな嵐の予兆のようです。